皆さんこんにちは。メタクズです。今日はランクマッチで18連勝したスモアスキッパー型残機のデッキ紹介をします。安定度重視で仕上げた結果勝率につながってくれました。今回は動画を撮る前にルーンを試して戦績が変わってしまったため、18連勝した時のスクリーンショットになります。ダイヤ1は即されが多いとはいえ18連勝クラスになると、デッキパワーがなかなかだと感じますね。今回構築は初動15枚、手札誘発も15枚なので、プランキッズ並みの安定感が出せました。勇者型は盤面こそ強力ですが欠点として、G にかなり弱いところと手札事故を起こした時に誘発で戦う必要がある点がありました。今回はこのあたりの欠点をスモアという最強のカードで、克服している形になります。こちらがデッキになります。リストは概要欄に貼っておくのでそちらをご確認ください。今回の構築では1枚初動を採用しました。フォーマットスキッパーです。フォーマットスキッパー1枚からどうなるかというと、ダイヤ超会場、サベージドラゴン、マスカレーナ、リングリボーになります。ダイヤ超会場が平均2枚墓地送りの1効果無効、マスカレーナが1バウンス、サベージ1効果無効なのでご妨害です。この変な魚みたいなのが出ただけでご妨害です。とんでもないデッキです。サベージドラゴンはサイバースじゃないのになんで出るの?って思うかもしれませんが実は残機はシグマやアディオンなどの効果を使わなければ、サイバース族縛りはつかないんです。パラレルエクシードから入る展開ではシグマの効果を使わないで、サーキュラーとナブラによって展開を行うのでサイバース族縛りはつきません。よってこのような夢の盤面を作ることができます。今までの残機は超会場前に効果無効を打つことが、基本的にマイクロ、コンフリクト、勇者などすべきカードに頼るしかなかったです。しかし今回の展開では確定ルートで出せるため、メイン開始時にシャドウルフュージョン発動などに耐性がつきました。そして今回の肝となるのがこのスモールワールドです。このデッキでは手札誘発をコストにすることでサーキュラーかスキッパーになれます。つまり基本的に持っていれば初動になります。さらにこのカードの凄まじいところが余った光サイバースなどをコストにすると、ベイラー経由でうららをサーチできてしまうところです。つまりスモアがうららになってしまうのでなんと G をケアできてしまいます。スモアを見たら G を投げなければ間に合いません。しかしこのデッキにはそれを見越してガンマを採用しています。ガンマケアしてる相手もスモアを見たら G を打たざるを得ないのです。スキッパー、サーキュラー、ダイヤの3種類になれるマイニングも採用しています。スキッパー展開を途中で止められてもサーキュラーをサーチして貫通したり、逆にサーキュラー展開を止められてもダイヤをサーチすると貫通できてしまいます。この動きはハンド次第ですがスモアでも同じことが可能です。EX 枠の都合と展開ルートの都合もありますが、今回の着地点はヒートソウルではなくマスカレーナとしています。まずコンフリクトを採用していないので盤面にコードトーカーが出る必要がなく、ヒートソウルは2ドローで誘発をちゃんと引けなければ0妨害カードです。マスカレーナは確実な1妨害を生んでくれるカードなので、安定性を求めるならこちらの方が優先度が高くなります。そして今回は展開ルートでも使うウィキッドを採用しています。サーキュラー展開の時はウィキッドとマスカレーナを作ることで、ダイヤを2枚採用しているので後続としてダイヤかナブラを持っておけます。今まで先行分した後後続を引けるかどうかは運次第だったのでこの差は大きいです。それでは対戦の方を見ていきましょう。1戦目はスキッパー展開のルート紹介です。1枚から5妨害構えるルートを紹介します。対戦よろしくお願いします。今回のハンドはスキッパーのみなのでスキッパー展開をします。まずスキッパー召喚してベイルリンクスを作ります。ベイルリンクスでサンクチュアリ、スキッパーでパラレルエクシードをサーチします。サンクチュアリを張ってベイルリンクスを転生リンクします。ここでパラレルエクシードの効果を発動して手札から特殊召喚します。2体でダランベルシアンを作ってサーキュラーをサーチします。サーキュラー効果でナブラをコストに手札から特殊召喚します。ダランベルシアン効果でナブラを蘇生します。サーキュラーを素材に防御を作ります。ナブラの効果を発動し防御をリリースして、ディビジョンをリクルートします。防御の効果でトークンが2体出るので、トークンとベイルリンクスを使ってウィキッドを作ります。ウィキッドの下にリングリボーを作って、ウィキッドの効果でダイヤをサーチします。これでダイヤ残機ネーム3枚になりました。ディビジョンの効果でウィキッド墓地へ送って、ダイヤとサーキュラーを特殊召喚します。2体でサベージドラゴンを作ります。ウィキッドを装備するとお得です。そして余った2体でマスカレーナを作ります。ちなみにユニキャリアーでサベージにドラバス装備も可能です。あ、終わった。実は残機というデッキは全てがルーンと相性が悪いです。岩と召喚で妨害が消えてしまい、戦差を開かれると負けます。さらにデッキ破壊で残機を飛ばされてしまうとデッキとしての機能を失います。
ルーンがいる以上最強とは名乗ることができないことがわかりました。もちろん相手が下振れたら勝てるんですが、相手が下振れてたら勝てるのはどのデッキもそうなので運の話になってきます。こんな感じで岩戸で拘束された状態でサベージのカウンターなどを、どんどん剥がされてまくられてしまいます。とりあえず盤面残ったので超会場で伏せに触っておきます。センサはリングリで防げそうなのがナイスですね。相手普通に岩戸でリングリ殴ればよかっただけな気もしますが。伏せは割拠でした。サベージがいるのでまあ当たりではありますね。御前が開かれました。さすがにもう永続はないだろうと判断してリングリを使います。うおおおおおおお。永続3種類引かれてたんですね。ただ相手は逆に永続引きすぎてリソースが枯れてます。墓地にルーンカードもないので命削り以外ほぼ勝ってそうですね。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。次の対戦はウララサーチの方法です。ベイラーを経由すればウララって覚えておくといいです。対戦よろしくお願いします。今回はマイニング持ってるのでサーキュラーを切っても良いです。スモアでサーキュラーをコストにウララをサーチします。これでもう G 効きません。相手がこの動きを知らないと G 打つタイミングがもうないんです。あとはここからごぼう外の動きをしつつ、パラエクにウララなどをもらったらマイニングからサーキュラーサーチして、貫通して動いていこうと思います。ウララサーチできるし貫通できるしどうなってんだこれ。対戦中スモアからずっとラグがあったので、多分相手 G 持ってるんですよね。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。実はこのデッキ、サイバースウィキッドを入れたことにより、誘発貫通力がさらに上がってしまってることに気づいたんです。対戦よろしくお願いします。サーキュラーエクシード展開の場合ですがサーキュラーから入る方が良いです。これは後々意味がわかります。召喚剣を使わずにエクシードを着地させるとケアが可能となるんです。通常通りシグマを送ってシグマを蘇生します。超会場をサーチして残るはダイヤのサーチとなります。ですが一旦ここはリングリにして包容をケアしながら、エクシードを着地させます。エクシードとシグマでガランベルシアンを作ります。ここでダイヤをサーチしたかったんですがここは誘発で止められてしまいます。しかしなんと、まだ召喚剣を使ってないんです。つまりウィキッドからダイヤをサーチすればこれ貫通します。ダイヤ召喚でダイヤ超会場とリングリマスカレーナが成立してしまいます。展開ルート用だったんですがこれは思わぬ貫通ルートでした。対戦ありがとうございました。ということでいかがだったでしょうか。スモアスキッパー型残機でした。今までで4種類サーキュラー軸のデッキを作りましたが、結果として出力は下がるものの誘発受けと事故率を一番下げたものが勝率良かったです。どんなにギミックを入れても G をケアするには、ウララをサーチするかガンマを打つ以外もう方法がなかったですね。次回以降は違うデッキの紹介をしていこうと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。